今回このオクラの唐揚げ作っていきたいと思います。これね、すごい簡単なんですが、めちゃくちゃ美味しいんです。スナック感覚で食べれて、まるでこうおかずのようなおつまみに仕上がっています。一瞬でね、器からなくなっちゃう自信作でございますので、ぜひ作っていってください。そして今回ポイント2つご紹介します。オクラのね、この下処理の仕方、こう板ずりどうすんのとか、この額どうすんのとか、その辺のね、ところを細かくご紹介したいと思います。そして2つ目、これ今回唐揚げなので、こうオクラをカラッと揚げる方法のコツも教えたいと思います。そしてですね、今回唐揚げ作るんですけど、オクラで言うとね、こう下茹でどうすればいいのっていう質問をね、よく普段僕いただくので、せっかくなんで動画の最後で下茹での仕方もご紹介してますんで、ぜひ最後まで見ていてください。では行ってみましょう。はい、じゃあまずですね、美味しいオクラの見分け方をご紹介していきます。オクラですね、もう実はこう薄ちっちゃいね、こうね、産毛みたいなのが生えております。この産毛がね、しっかり生えているものがいいとしています。そしてね、まあ、色もね、緑が濃いやつがおすすめです。そしてこのね、ヘタの部分ね、ちょっとこう若干こう切り口が黒くなってますが、全然許容です。この色がね、がっつり変色しちゃったやつもあるんですね。ぜひね、このオクラを見るときは、産毛あるなと、でまあ緑だなと、ヘタの部分が変色してないな、まあ、このぜひね、3つのポイントを押さえて選んでみてください。じゃあ下処理やっていきましょう。はい、じゃあオクラですね、塩でね、こう揉んでいきます。板ずりですね、していきます。でこれまあなぜやるかと言いますと、これをやることによってね、産毛がね、こう抜けるのかな。そうするとね、口当たりがめちゃくちゃ良くなるんですよ。なのでね、ちょっと一手間ですが、必ずやってあげるようにしましょう。はい、洗いました。見えるといいんですが、産毛がね、だいぶ、まあ、多少もちろんあるんですけど、すごいよく目立ってた産毛がだいたい取れました。はい、続いて、額を取っていきます。包丁、まあ、短いペティがあればいいです。短いので、まあ、ここのね、額の部分っていうんですかね、こうこうくるくると回しながら切っていきます。でね、キュッ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 と、これもね、食べた時にすごくね、口当たりが良くなりますので、一手間ですが必ずやるようにしましょう。こんな感じね。コツはですね、包丁をこう指でしっかり挟んでホールドしてあげて、で包丁を固定してくるくるとオクラ側をね、こうあてがってあげるような感じで回していってあげると綺麗に切れます。ちょっとオクラぬるぬるするんでね、滑りやすいんですが、綺麗に切れます。はい、続いてヘタ落としていきます。この部分、ここもちょっと硬いので落としていきます。茹でる時にね、切ってから茹でたりとか、どうのタイミングで茹でたらいいんだみたいな思われる方がいると思うんですが、そのまま茹でた方がいいです。中に水が入っちゃって、結構ね、こう水っぽくオクラが仕上がっちゃうんですね。切るのはこれくらいでいいんですよ。中身がこう貫通しないぐらい。例えばここまで切っちゃうと、もう中がスカスカになるので、このまま状態で茹でると中にお湯が入っていくんですよ、どん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 。なのでめちゃくちゃ水っぽくなります。なので手前のね、この部分でストンと落とす。そうすると穴開いてないね、反対側にね。なので茹でたとしてもしっかりオクラ茹でれて、かつ水っぽくならずに済みます。なので切りすぎだけね、注意してください。はい、そしたらですね、漬け込みます。でその前に今回食べやすいサイズに切ってってください。だいたい、まあ、スナック感覚で食べるってこれくらいだったら美味しいなっていう大きさ。贅沢に食べたいんだったらちょっと大きくしてもいいし、僕は割とこうポリポリ食べたいので、だいたい 1.5-2cm ぐらいかなのサイズで切っています。はい、じゃあね、オクラに下味付けます。ここちゃんとね、下味付けることで揚げた時にね、しっかりこうオクラ自体にも味が入ってて美味しいなってなります。素揚げな感じでね、スッと揚げてもいいんですが、ぜひね、こう先の下味段階でしっかり味を付けてあげてください。でこれ30分ほどかな、置ければいいと思うんですけど、オクラ自身にね、しっかり味をグッと染み込ませて、その状態で揚げてあげることをお勧めします。合わせます。で、ニンニクの量はね、もう お任せします。今、まあ、大体2センチくらい入れたんですけど
めちゃくちゃニンニク好きな人いたら、もう多めに入れてもいいし、2倍入れてもいいし、ちょっとニンニク控えたいよって方は、ほんとちょっとだけ、または入れなくても、まあいいのかなと思います。僕は入れることをちょっとお勧めしてますが、はい。で、全体によくなじませました。で、この状態でもちろん揚げていってもいいんですが、30分ほど置くことによってね、オクラにギュッと味が染み込みます。じゃあちょっと30分ほど置いていきます。はい、そしたらですね、揚げていきます。で、揚げるんですけど、オクラのね、水気をちょっと軽く取ってから揚げていきます。この状態で粉に落として、ここで和える。で、粉たっぷりね、つけていきます。もし不足するようだったら、ちょっと追加してあげてください。ちょっと多めに足します。で、しっかりね、これね、粉付けしてあげることでカリカリになりますので、ちょっとここはしっかりと丁寧に。はい、粉付けしっかりできました。そしたらじゃんじゃかじゃんじゃか揚げていきます。今回ごま油で揚げました。ちょっとね、濃いめの油を使っております。温度は今150度ぐらいになってます。中に落とし入れたら動かさない、衣はね、ついてるけど動かさないでください。少し時間経って、衣がね、安定したら動かして大丈夫ですって、コロコロとコロコロと回していきます。で、今、温度で言うと160から170度ぐらいまで上がってます。ブクブクってしてるんですけど、この泡が少し小さくなったぐらいが揚げ時です。色もだいぶ、ほら、いい感じに色出てきました。ちょっとずつね、泡が落ち着いてきましたね。はい、良さそうです。こんな感じ。しっかりね、揚げの色がついてる。美味しそうですね。この状態で揚げていきます。はい、はい、分かりました。はい、で、これで、ね、最後あったかいうちに塩全体に振って、あと青のり全体によく散らします。めちゃくちゃうまそう。なじませて、はい、こちらでオクラの唐揚げの完成です。片栗粉を使うことによってね、カラッと仕上がりますので、こうスナックな感覚でポリポリと食べることができるんじゃないかと思います。ではいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。うん、ちゃんとね、サクサク上がってますし、オクラの中にね、しっかり漬け込んで味をね、染み込ましたんで、中にね、しっかりこう味が入っててめちゃくちゃおいしいです。ぜひ皆さん、こうスナック感覚で食べれるね、おつまみですんで、オクラの唐揚げ作ってみてください。さあ、ということでオクラの入れ方ご紹介したいと思います。鍋にね、小鍋にお湯沸かしてます。ちょっとお塩入れます。量的にはまあ大さじ1いかないぐらいかな。で、オクラの切り方なんですけど、動画の最初でご紹介しましたが、ガクの下まで切っちゃったバージョンと、まあ、通常通りお伝えの通り処理したバージョンです。こっち側あと水が入っていっちゃうの間にね、なので水っぽくなっちゃいます。ちょっとそこもね含めて検証してみましょう。入れました。だいたい時間としては大きさによるんですけど、まあ2分ぐらいを目安にしてもらえるといいかな。1分半とか2分ぐらい、まあこれコロコロコロっと、まあ、回しながらまんべんなくね、茹でられるようにぜひしてみてください。奥の方がちょっとブク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 してんだよね。もう完全に穴の中にお湯が入ってちゃってるということで、だいたい1分半ほど経ちました。こういったね、冷水にとってこの湯ざるの中にね入れていきます。じゃあさて、こちらこれね、これもうひっくり返すとね水出てくるんだよ、これポチャポチャ。まあ、なので結構ね水っぽい仕上がりになっちゃいます。切る場所ね、ぜひこだわってみてください。この辺はちゃんとね全部切ってあるやつなんですが、これ穴開いてるとねやっぱ水っぽくなりがちなので、ぜひその辺注意してみてください。そしてこういうねペーパー用意して、よくね水気を取ってから調理に進んでください。この工程無視しちゃうと結構ねオクラが水っぽくなって、調味料との合わせがこう水っぽく、味がねこうリンクがちょっとぼやけちゃう感じになるので、まあ、しっかり水気を取ってあげてから使ってください。こんな感じね。ということで茹で方でした。ぜひやってみてね。